マンサーのワールドトリップ。アテンションプリーズ、本日もご搭乗ありがとうございます。ドラァグクイーンのサマンサアナウンサーです。これから私が皆様を世界の旅へお連れいたします。本日お連れするのはドイツです。まもなく冬季は着陸態勢に入りますので、シートベルトをしっかりとお締めください。というわけで、このコーナーサマンサのワールドトリップでは、航空業界で16年勤めた私が様々な国の情報を紹介してまいります。はい、てなわけでね、今日も世界を股にかけるドラァグクイーンのサマンサさんに海外の情報を教えてもらいましょう。ドイツは行ったことありますか？ドイツはね、ないんですよ。ドイツもこいつもないんです。全くない。ドイツと聞いてなんか連想できることもない。ドイツといえば、まあ、よくね、このハーブ、あのラジオ関西があるあのハーバーランドもやってるんですけど、はあ、オクトーバーフェストっていう、そうね、そう、ビールのイベントある。そう、それで結構行くんですけど、現地には行ったことないです。私もね、グランドスタッフ、はい、1年目、はいはい、途中から、はい、ドイツ便の担当もしてた。かっこいい、ドイツ便してたわ。あ、そうなんですね。じゃあサマサさん行かれたことある？Was mich denn Sie bitte? Was mich denn Sie bitte? Yes, yes. Nein. Nein. 会話なってない。 Das ist der Deutsch. Deutsch?大地。So, we get. We get. Ich bin Samantha. Ich bin Ulrike. Kommen Sie aus Kobe? Yeah, Kobe, Kobe. So. Yes. Zwei. Zwei Personen zusammen. Zusammen. My man.全然ダメ。違う、もう全然変わらないですね。めっちゃかっこいい。これドイツ語ですか？いや、そうそう。すごい。何か欲しいものあるって言って。ああ、そう言ってはっ。調子はどう？あ、全然違うかった。私、はい、サマンサアナウンサーって言うねんけど、はい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 、あなた神戸から来てるのって。あ、そう言ってくれて。私は、私とあサマンサさんとウラリゲはマイメンだよねって言ってた。全然違うよね。違うかった。あの2人、ツバイって2人なのよ、はい、あ、そういうことですね。ペゾーネン、トゥートゥギャザー、はい、ペゾーネン、ツザメン、ツザメン、2つのこの、はい、なんていうのね、ツバイ、ペゾーネン、ペアみたいな、ペア、はいはいはい、トゥギャザーみたいな、ツザメン、そう、うちら今日一緒よねみたいな、はい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 、言ってんねんけど、まあ、全然通じてなかった、ね、会話できてると思ったら、ちょっとぐらいはなんか拾ってくれるかなと思ったけど、全部乗ったけど全部間違えてましたね。はい、はい、そんなドイツですよ。ドイツということで、はい、ドイツ行ってみましょうか。ドイツ行きましょう。昔は東西に分かれてたのよね、ドイツって。そうなんですか？そうなんです。ドイツにはね、ルフトハンザドイツ航空っていうメガキャリアがあるんですよ。へー。オーストリア航空とかも吸収して、はい、もうヨーロッパではメガって言われてるキャリアなんですけれども、うんうん、はい、すごい就航便数を誇る航空会社ですね。スターアライアンスというアライアンスにも加盟されてますけれども、うんうん、そんなドイツ、はい、に行くには関西空港からもルフトハンザさんの、直行便が運航しておりますので、ちゃうんですね、はい、ぜひそちらでドイツ行ってみてください。はい、はい、ということで、24カ国目ですね、ドイツは。24カ国目。そうなんです、うん、ドイツ連邦共和国、はい、首都はどこだと思いますか？首都は、書いてるの読まないでください。クイズしてんねんから。そうですよね。そう、なんで読むんですか？もう見えちゃったんで。いや、もう見たですよね。はい、見たです、はい、はい、首都は、ベルリンです。はい、ベルリン、はい、そうですね。結構ね、これね、当たりにくいのよ。あ、そうなんですか。なんかね、フランクルトっていう人がいたりとか ね、 結構ね、あとはね、うんうん、それ以外にも、うん、ミュンヘンっていう人がおったりね。ミュンヘン。でもベルリンなんです。ベルリン、はい。面積は日本のおよそ 94%、 人口はおよそ8500万人、うん、ビールやソーセージ、はいはい、音楽などの文化で知られるということでございます。あの、フランスと国境が近かったりもするし、はい、ヨーロッパってほら、他の国との国境沿いってさ、うんうん、いろんな言語話せる方多いのよ。あ、へー、そうなんですね。そう、だからやっぱりドイツの方も英語も上手やし、うんうんうん、フランス語とかね、はい、上手よ。へー、です。すごい。余談ですけど。いやいや、ありがとうございます。じゃあ、今日もそのドイツにまつわるクイズをね、ここで出題したいと思います。お願いします。はい、ドイツには、はい、嘘ですね、いいですか、ご用意は。はい、はい、じゃあ、行きますよ。はい、それでは問題です。はい、ドイツには日本にはないルーエツァイトという規則が存在します、うん、ルーエツァイト、ルーエツァイト、ルーエツァイトって一応言ってますけど、あんた。ルーエツァイト言うって分かってますか？分かってますよ。特定の時間帯や、はい、曜日で
とあることが禁止されるのですが、はい、一体何が禁止されているんでしょうか。ルーエツサイト、ルーエツサイトの時間帯はそうですね、はい、早いね最近さ、はい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 、貯めることなんか早くない？早いですか？いや多分なんかほんまに考えてる。いやだからやっぱサマーサさんにこう鍛えられて頭の回転も早なってるんですよ。絶対そんなこと。私はね、ウラリエさんを鍛えようと思って鍛えたこと一回もないですよ。そうだったんですか、はい、ちょっとじゃあ答えてみよっかな。見よっかな。見よっかな。見てじゃあ見ちゃいます、ね、答えてみちゃおうかな、はい。まあ、ルーエツサイトとはあれですね、やっぱりあのタバコとか、ああタバコ吸ったらあかん期間とか、お酒飲んだあかん期間とか、そっち系かなって思うんですけど、いかがでしょうか。ちょっとちゃうもんね。違うんですか。ちゃうね、。ヒントは日本語に訳したら、はい、安息時間。安息？うん、ルーエツサイト。安息。安息時間ということは、はいはいはい、安息時間がまだちょっと分かんないですけど、うん、あ、分かりました。うん、働いたあかん。あでも働いてもあかんかも。働くとしてもちょっと、うん、難しいかもね。そのタイミングで働くとなるとね、いろんなことを。はい、は外出したらあかん。出勤したらあかん。でもこれヒントそれぐらいしかないんですよ。あ、そうですか。あ、働く、うん、夜は家で過ごそう。まあでもちょっと近いっちゃ近い。近寄ってきた。でもこれ当たるまでやりましょうっていうコーナーじゃないんでね。そうですね。今日ちょっとね、いっぱいもういい加減ちゃんともうファイナルアンサーしてください。ファイナルアンサー。はい。やっぱりそうですね。うん、ゆっくりしよう。もう自分がしたいだけやね。そうですね、はい、いやもうとりあえずゆっくりさせてくれと。はい、わ、はい、かりました。ウラリエさんの答えはゆっくりさせてくれということでございますけれども、はい、好きにしてください、はい。正解は騒音、要するに生活音を出すことを禁止するっていう。なるほど。そうそうなんですよ。じっとするってことですね。そうそうそう、特定の時間帯とか曜日で。なるほど。だから何曜日とか、うんうんうん、この時間帯は生活音出しちゃダメっていうのがあるから、はい、そんな時間あるんや。そうなの。すごい街中がシンとしてると思う。そうなんです。いつなんやろそれは。そしてですね、はいはいはい、ドイツの都市アーヘンの、うん、アーヘンへの研究留学や移住のサポートをする会社で、はい、フェルファン三角、うん、こちらは、神奈川県にあるんですけれども、こちらの方に詳しく教えていただきました。ありがとうございます。日本語に訳すと、ルーエツサイトというのは、うん、安息時間と呼ばれるんですが、はい、その成り立ちというのはドイツという国の宗教観や考え方が関係しているということなんですね、うん。でドイツ人にとってその日曜日っていうのは、はい、あの宗教的観点からでも重要な日ってなっていて、うん、まあ、よくほらあの聖書でもさ安息日安息日っていうのを言ったりするんですけれども、ドイツは神聖ローマ帝国の時代から教会との関わりが強くって、うんうん、まあ、信仰熱心なお国柄だということでですね、徐々にその教会に通う方が減りつつある状況にあったんですけれども、うん、そこで政府は日曜日と、祝日は働かないでゆっくりして心身の健康を保ちましょうという法律を定めて、日曜日と祝日を安息日と定めたんですね。なるほど。はい。それから時は流れ、ドイツでは人口密度の増加に伴って騒音問題が、うん、国中の悩みの種となりました。ドイツの中ではちょっとそういう社会現象となってしまったということで、ドイツは日本と同じくこのマンションが多いんですよ。そうなんですか、ね。はい、なので隣人の間でね、その騒音トラブルとか、うんうん、もう隣のなんかもう音楽のそう聞いてるあれがもうなんかずんどこずんどこうるさいとか、うん、テレビのあれがうるさいとか、はいはいはい、ありますね。日本やったらねカラオケボックスのあれが音漏れしてきてうるさいとかあるじゃないですか。あそういうのも含めましてですね、はい、次第に穏やかに休息を取るはずの安息日も支障が出るようになったということで、うん、不調や隣人間での騒音トラブルが発生しないように対策を練るっていうのを、うん、どうやって考えていこうかなという結論に至りましてですね、もう国民全体が共通認識で、うんうん、もうこの安息時間を導入しましょうというふうになったということでございます、うん。なので平日のお昼夜の安息時間、お昼の1時から3時と、はい、夜の10時から翌朝の6時7時の2種類とあるらしいんですけど、うんうん、確かにお昼はね、はい、ドイツの会社ね、うん、お昼時間長くとってる。めっちゃいいですね。もうなんか日本やったら12時から1時で、うん、確かに決まってますよね。決まるやん、うんうん、なんかのんびりゆっくり安息時間をとってらっしゃるよ。2時間ありますね。そう、うん、
確かにそれでしっかりと休憩とって、うんうん、心身の健康と作業効率を上げようといういいアイディア、ねえ、うん、そうなんですよ。ドイツ人ならではのねそういった考え方に準じたことだということなんですけれども、うんうん、そうなんです。そんでこの規制はドイツの16州に加えて、うん、なんとなんと、うん、スイスでも実施されてるということでございます。スイスでもスイス近いのよ、ドイツの的なりにある国やからね、はいはいはい、うんうん、そうなんです。そしてドイツ全土での法律ではあるんですけれども、現在は各州でその文化や生活が異なるため、うん、同じように規制するのは難しくはなったんですけれども、うん、そのため日曜日祝日は連邦州の法律、夜は州の法律、うん、日中の規制は各自治体や住宅単位の規則というようになりまして、うん、それぞれの規則が定められているということなので、うん、それに準じた感じでこうルールというものが、はい、なるほど、はい、そこに存在するわけですけれども、うん、ね、結構細かいのよ。夜の安息時間帯の音量は35デシベルまで、はいはい、ちょっと35デシベルがどんなもんかわからないんですけれども、ね、そうなんです。明確な基準がね、うんうんうん、定められているわけですよ、はい、36デシベルいったらもうあかんわけ。あ、もうアウトですね。35以下ですよっていうことなのよ。ちゃんとね決めてるんですね。そう、有名な禁止事項の一例としては、うん、犬の鳴き声、はい、あまりにうるさかったら訓練所に行かされるねんって。あ、うちめっちゃうるさいわ。そうだからシーって言わなあかんわけ。シャワー30分以内の使用は許容範囲、はい、22時以降は使用禁止と規定しているマンションもあるみたいなの。あと電動ドリルやハンマーの使用ね、うんうん、もうちょっと家の改装とかで、はいはいはい、DIY とかでカン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 とか言うたりするやんか。あんなあかんわけ。ね、あと掃除機、もうなんか朝も寝てる時にさ、はいはいはい、隣の住民からも掃除機などウィーンとか言う時あるやん。あるある。あらあかんのですよ。あかんのですね。パーティーなんか絶対あかんよ。あーパーティーしてそうやけど、はい、結構厳しいわけです。時間も決まってるんです、ね、守らなかったら最大で5000ユーロおよそ82万円の罰金を払わなきゃいけないというような高額にね課せられることもありますし、はいはいはい、あとねドイツ人小さい頃からね、うんうんうん、静かにしなさいって言われて育ってで来たためごく当たり前の習慣として浸透はしてるみたいですよ、はい、ただ一方で10代20代の若者の中には規制を守らない方も規則を、ね、守らない方もいるみたいなので、はいはい、うんうん、お年寄りとかが暮らす地域では浸透の度合いも異なるということです。あとよく吠える犬と暮らしていた時、うん、下の階の人から、はい、何時何分に犬が吠えて、うん、何時何分に犬が吠えたとこ、うんうん、事細かに苦情の紙が貼られたりとか、はい、日曜日のその時間に声の遊んで出たら年配の方から、うん、なんで遊んでんのよみたいに言われたりもするみたいなので。ただ赤ちゃんの泣き声はいくらうるさくても苦情が来なかったりということで、戸建ての住宅なら夜中に洗濯機を回しても問題がなかったり、うんうん、フレキシブルに対応している様子もあるということなので、まあまあその地域と、うんうん、あの住んでらっしゃる、うんうん、まあ、居住空間とね、エリアとで、うん、若干違いはあるんですけども、ね、ただまあまあこういうルールをもとに生活されてますよというのはこう全国的に展開されているみたいですけれども、うん、いかがですかラリアさん。いやー、こんなルールがあるんです。うちねちょっとワンちゃんめっちゃ夜中に吠えるんですよ最近。夜泣きがひどいんで、もうこれね完全に時間内なんで。ラリアさんがやってないからじゃなくて、はい、いやあのねもうちょっとおばあちゃんになってきて、うん、もうご飯食べたこと忘れてるんですよ。わかる。わかります。それね、はい、ドラッグのフェミニーナさんと一緒。あ、そうですか。うちの犬と一緒かも。フェミニーナさんやったんですね。あの子ね、はい、なんか自分が食べたものとかよう忘れてる。そうなんですか。食べましたっけとか、いや食べてたよさっきっていうね、もう 2,3 時間前に食べたこととか忘れてるね。あ、そうなんです。うちの犬と一緒や。一緒やね。だからそれ多分病名で言ったら多分フェミニーナっていう病名だと思う。フェミニーナ病なんですね。はい、だと思いますよ。ました。あのそれワンちゃんに限ったことじゃないんですよ、はい、うんうん、はい、ドラッグクイーンにもそういう方いらっしゃいますから安心してください。安心しました。はい、ということで、このコーナーで紹介した内容はですね、はい、ラジオ関西のトピックスサイト、うん、ラジトピーにも載せております。またですね、過去に取り上げた国の情報を、うん、あのキンクリのポッドキャストでも聞けるんですけれども、うん、はい、ポッドキャストは久々に聞くけど聞いてる？あ、ポッドキャストを聞いたことないです。ほんまにね、はい、あの誰とずっとラジオされてるかなって、はい、私声を大にして言いたい。私は金曜クリップウラリエさんというインスタグラマーの方とやらせていただいてるんですけれども、はい、ウラリエさんのコーナーもねポッドキャストで展開されてたり、オープニングでクロストークしてたりするんですけど ね、はい、はい、なかなかすごいですね、ラリエさん。ダイナミックにやっていただいてます。はい、はい、ぜひそちらも聞いていただければと思いますけれども、うん、質問ないですか？質問ないです。うん、ありがとうございます。じゃあ、あのグーテライゼ。グーテライゼ。今週は以上です。違う、違うですか？全然今週以上です。グーテライザーどちらかってハブアナイスフライトと一緒。そういう
ことなんですね、うん、グーテライゼ。いや、サマンサさんすごいドイツ語喋れるのはちょっと知らなかった。ドイツ語はそんな英語ほどわからないよ。でも簡単なやり取りよ、なんかそんなにグーテライゼ、なんか難しくなったらわからんけど、はい、いやすごいですね。いえいえいえ、そんな感じですよ、はい、なのでぜひドイツもドイツ行った時にはそうですね、その日を外して、うん、行かないとそうですよ、えらい目が起きますからね。えらい目ありますね、はい、気をつけようと、という感じでした、はい、以上サマンサのワールドトリップでございました。